立川離道はトップリーグのクボタスピアーズに所属するラグビー選手。4人兄弟の末弟で三男の直道と共にクボタスピアーズに所属。4歳の時山、野べラグビー教室に入りラグビーを始めた。その後、天理中学校、高等学校と進む。天理高校時代に第2回ラグビージュニア世界選手権に出場。その後、 天理大学に入学。直道が首相を務め、自身が三年生の時、同校は三十五年ぶりに、関西大学ラグビーフットボールリーグを制覇。そして翌二千十一年度シーズンは、自身が首相となり、関西リーグ連覇を達成。さらに第四十八回全国、大学ラグビーフットボール選手権大会では、法政、慶応、関東学院と順番に下し、決勝では、 同大会3連覇を目指す提供と対戦。後半39分まで一進一退の攻防が続くという展開となり、最後は12から15で惜敗したものの、この一戦で、理道の評価は一気に高まった。その後、久保田スピアーズに加入したが、加入早々、日本代表に選出された。2012年アジア5カ国対抗におけるカザフスタン戦が、 初のキャップ獲得試合となった。その後はほぼ日本代表不動のセンターとしてキャップ獲得を重ねている。2013年6月15日に秩父宮ラグビー場で行われたウェールズ代表戦で日本は対ウェールズ戦初勝利を飾ったがその試合でもスタメンで登場した。2014年スーパーラグビーのブランビーズに加入したが公式戦出場はなかった。 2015年、ラグビーワールドカップ2015の日本代表に選ばれる。また、同年12月には、スーパーラグビーの日本チームサンウルブズの2016年、スコットに入った。2019年、オタゴに加入2021年、垣永信之介と共にスタンド .fm において、春のいろり話を開始した。春のいろり話 -stand.fm。St ありがとうございます。